ダルムシュタットの聖母、マリーエリーザベト・カロリーナ・ビクトリア・フォン・プロイセンは、ドイツ・プロイセンの王族、プロイセン王女、ヘッセン大公使カールと結婚した。プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム2世の四男ビルヘルムと、その妻で、ヘッセン・ホンブルク・ホーハク・フリードリヒ5世の娘である、マリアンネの間の次女として、ベルリン王宮で生まれた。リーゼン・ゲビルゲ山地の麓にある、 シュミーデーベルク郊外のフィッシュバッハ城で育った。1836年10月22日にベルリンにおいてヘッセン大公ルートビヒ2世のジ男ンカールと結婚した。エリーザベトは福祉、事前事業に強い関心を寄せ、1858年にはヘッセン大公国の首都ダルムシュタットに女性奉仕団体のエリーザベト旧品院を創設し、旧品院に一万グルデンを寄付した。 旧品位に対する責任感のみならず、エリーザベトは、私生活でも、慈悲と経験を重んじて暮らし、宮廷に説教師を呼び寄せたり、宮廷において、福祉事業推進のための運動をしたりした。エリーザベトは、父から送られたハンス・ホルバイン制作の会が、ダルムシュタットの聖母をダルムシュタットに持ち込んだが、この絵画作品は1871年に、ホルバインドン争を引き起こした。 1878年に義理の娘のアリスがジフテリアで救世した後、エリーザベトは家父となった息子の対抗ルートビヒ4世をそばで支え、また幼くして母を失った孫たちの母親代わりになろうと努めた。ありがとうございます。